こんばんは。今日も週末カフェ配信へようこそ。はい、今日は久しぶりにコーヒーね、コーヒーと一緒に飲んでいきたいなと思うんですけど、こちら買ってきました。セブンイレブンの、スペシャルティーコーヒーブレンドですね。こういうドリップバッグ、ドリッパー型のやつね、久しぶりに今日は飲みたいと思うので、ちょっとまずはお湯沸かしますね。っていうか今日めちゃくちゃ寒くない？普通に寒い、涼しいを通り越して寒い。5月だしさ、もうこの寒いに至ることはないだろうってさすがに思ってたけど、いやー雨が降るとね、ここまで気温下がるもんですかねっていう、もう本当に衣替えなんてできたもんじゃないですね。あ、ケーキだ。ありがとう、いただきます。ありがとう。今日はね、チーズケーキです。で、しかもさ、すごくて今セブンでお値段そのまま増量感謝キャンペーンみたいなのを期間限定でやってるみたいで、今日行って知ったんですけど、15日ぐらいまでの期間限定で、値段そのままで増量、例えばみかん牛乳寒天、私が前ね配信で食べたこともあるやつ、牛乳寒天はみかんだけを増量してますってなってたり、これなんかはなんと1個入りのやつが2個入りになってて、あと草餅も2個になってて、めっちゃそっちとも迷ったの。だって草餅って私ほんと大好きだけど、もう1個っていうのがなんかいつも買う気持ちに歯止めをかけてしまうんですよ。それがなんと2個入りにお値段そのままになってたから、めちゃくちゃ惹かれた。すごいお得なキャンペーンなので、絶対みんなこの機会にセブン行った方がいいです。で、これは私食べたことなかったんじゃないかな、この配信でもプライベートでも食べた覚えがないと思います。うん。で、まあ今日はチーズケーキなんで、やっぱりコーヒーと飲みたいなと思ってコーヒーの棚見てみたら、こんなものがあったのでね、うわ、書いたら赤くなっちゃって気になって買ってみました。これはですね、裏面のね原材料名を見たら、コーヒー豆の生産国はブラジルになってたので、もう私も大好きなブラジルということで、ブラジルのスペシャリティということはね、美味しいだろうと思って買ってみました。初めて。スペシャリティコーヒーってよく聞くけど、こちらに説明が載ってます。スペシャルティーコーヒーとは SCA 認定の9グレーダーがカッピングテストを行い、100点中80点以上を獲得した高品質の豆だそうです。あ、じゃあみんなに問題です。 SCA とは何の略でしょうか？私も予想しようと思ったけど、ごめんなさい、こちらにもちゃんと答えが載ってたんで、みんなにクイズです。 SCA 認定の9グレーダーがカッピングテストを行う部分の SCA です。認定する
ところ。さあ何の略でしょう。SCA。お、スペシャリテコーヒー協会。あ、もうほぼ当たりですね。スペシャルティーコーヒー協会、まあ、それが英語だとスペシャルティーコーヒーアソシエーションということで、まあ簡単でしたかねそう、まあ、そういう協会がねあるんですね。でもそれより Q グレーダーが気にならない？ Q グレーダーって初めて聞いた。 Q、 クオリティを、クオリティのグレードを測るスペシャリストみたいな、クオリティグレーダーリスト。おお、なんか珍しい、こんな縦長の袋に入ってます。なんか板チョコみたい。うん、珍しくない？普通正方形なね形が多いんですけど。ベレーダ農園ナチュラル精製豆使用。そう、この間の生誕で、あのコーヒー屋さんね、スペシャルティーコーヒービーンズナンバーサーティンさんとあのコラボさせていただいて、やっぱり農園とか農家さんのこともね意識以前よりするようになったんで、これはベレーダ農園というところの豆らしいですね。こんな感じです。濃いめの紺色ですごいいいですね。で形はこういう形で、こうしてよしよし、ドリッパーテープ中央の白色の、え、あ、最初にドリッパー上部のフィルターを左右に手で引っ張る。すごい、ここ今ぴったり閉じてるんですけど、だいたいいつもこう点線で切り取るタイプなんだけど、これはこの密着している状態から開きます。おお、カップの内側にいるんだね。ドリップしていきます。ちょっとこれね、伝い漏れするのがね、ちょっと。140ml が目安。うん、私いつも多めに入れちゃうんでね、少なめに意識しましょう。
しいい子ちゃんによると休憩を終えたところで1目なんか香りは結構浅い雰囲気ですね。もう味の特徴っていうグラフだと、1,2,3,4,5 5段階評価でコク、香り、苦味、酸味、余韻がコク4、香り4、苦味3、酸味、苦味3、酸味3、余韻3となっているので、うん、確かに酸味もまあまああるぐらいなのかな、中入りぐらいなのかな。これのすごいいいところがカップの上側にこのドリッパーがセットされるから、この粉部分が水浸しになって雑味とかが出ないいい設計になってますね。香りがしますね。あ、うん、かゆい。チーズケーキ、すごい濃密、濃厚そうな感じですよ。とろ生食感って言ってるけど、めちゃくちゃ濃度があって最高な予感。うわー、あー、いいねいいね。うわ、もうみっちみちぎっちぎちのずっしずし、十分な重みがあります。美味しそう。じゃあちょっとまあコーヒー冷めるのを待ってる間に写真集を紹介しちゃおうかな。今後通販にも出す予定がありまして、でまだね出てないんですけど、絶対そのタイミングで告知というかそのお知らせ紹介した方がいいけど、ちょっともう今早くちょっと話したいので、ちょっとチラッと見せていいですか。その前にご挨拶タイム。
たけこんばんは、ガラポンこんばんは、ちゅっちょこんばんは、クッキーこんばんは、なおこんばんは、バイこんばんハーブティー、みんなありがとう。じゃあね、写真集、つい先日の5月6日の生誕でね、発売を開始いたしました。みんなすごい買ってくれて、サインもねさせてもらいました。すごい写真集にサインすんのね、めっちゃなんか嬉しかった。違うね、こうチェキとかブロマイドにサインしたことはあったけど、写真集、自分の写真集にサインっていうのはやっぱちょっと高揚感がありました。おのおの指定してくれるページが違うのも面白かった。というわけで、まああんまり中身はねお見せするとちょっとあれなんで、まあとりあえず大きさを見てほしいです。今回 A4 サイズで制作いたしました写真集バイタル、こちら、どうぞーん。うわ、わかります、でかいんですよ A4 って。ドドンと、こういうもう教科書サイズですね。はい、で表紙はこんな感じでちょっとマットめな紙質になってまして、あ、中もでもマットめですね。マットめだけどやっぱり写真集ってそんなに中のページは、私が今までねアイドルさんとか女優さんの写真集を見てた時結構ツヤがあるイメージだったので、中は比較的ツヤめですけど、まあ表紙はおしゃれにこんぐらいの質感にしてあります。そう、紙質もね自分で選んで表紙と中ではちょっと変えてますね。どうしよう、背表紙もかっこよくて背表紙も見せちゃおうかな、ちょっとチラッとね、まあ、その前にちょっと表紙のねこのフォントっていうかさ、タイトルのバイタルかっこいいでしょ。結構シンプルめなフォントにして、でもう黒で、太めで結構大きめに、でちょい右寄せ配置っていう、このバランスがベストでしたね。いっぱいこうちょっとずつずらしたりフォント変えて写真を撮って、うーんっつって iPhone のアルバムで見比べて、うーんみたいなやって、でここもねやっぱりちょっとこのタイトルだけよりこういう文字列あると立派だなっていうことで、そうセカンドフォトブックなんですよね実は、ということでそちらも書いてあります。この黒がね衣装のこの黒リボン、ちょっとした面積を占めている黒リボンとリンクしてすごく、いい仕上がりで好きですね。表紙の写真もこちらにいたしましたね。まあやっぱり目線はこっちに向いてる方がいいかなっていう、表紙はね結構自分は写真目線外してる写真が好きなんだけど、自分が撮られる時はね、けどまあやっぱ表紙はこちらにガンと来るものがあった方がいいなっていうので目線ありで、である程度ね顔は近めがいいけど、今回やっぱりスタイリングも可愛くしていただいてるし、そうロケーションの雰囲気含めてすごくいいから、顔ドアップっていうよりはやっぱりちょっと引きだなっていう、そういう感じでいろいろ考えてこちらを表紙にセレクトいたしました。すごい表情も良くないですか。はい、
もうね、表紙からそんな感じでこだわり詰め込みまくりなんですけれども、まあ、ちらっと裏表紙もチラリンチョ、いや、いいでしょ、裏表紙もこれ。これルック2、ルック2の方なんですけど、ルック2は結構場所を一つの建物の中だけど、そう、場所結構変えてるから写真によって雰囲気が違うんですけど、これはもうやっぱ一番好きな和室でのショットで、これはかなり引きっていうね、やっぱりこの A4 サイズっていうデカさを生かして、この構図の良さとかも、なんていうか、普通にこうレコードってインテリアとして飾っても楽しんだりするじゃん、そういう感覚で置いてもらう楽しみも楽しんでもらえるぐらいのいい写真を選んでおります。で、この A4 サイズだからこそめちゃくちゃ引きだけど、ちゃんと私の存在も認識できるしみたいな、めっちゃいいんですよ。だから本当壁に飾ってほしい、壁にドンとドンと、すごい空間のアクセントになると思います。で、あ、そう、これ気づいた人いるかな、実はですね、まあ、じゃあちょっとっていうか、結果的に122ページに仕上がったので、こんだけ厚みもございます。で、背表紙もいい感じになってます。しかも緑にしたのがポイントですね。このこれが裏表紙で、ここ背表紙ね。この裏表紙の写真がちょっと延長されてて、そこに緑で文字を入れ込んでおります。なので本棚にこう刺してても、まあ、かっこいいという感じですけど、ぜひぜひぜひ飾っていただきたい。で、パラ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 、こんな感じなんですけど、ルック1と2が、まあ、半分ずつぐらいの量でね持ってると思うんですけど、あ、でもルック1の方が若干多いかな、うん。で、お先に会場でゲットして見てくれた皆さんの中で気づいた人いるかな、私が何を言おうとしているかって言いますとね、実はカメラが、撮っていただいたカメラがフィルムとデジタルの2台で撮っていただいたんですよ。なので、そのね、デジタルで撮った方は色味の補正をカメラマンさんの方でしていただいたので、めちゃくちゃ質感に差がめちゃくちゃあるわけじゃないんだけど、やっぱり見比べると質感の違いが分かると思うんですよ。なので、そこのね、デジタルとフィルムの順番をどうするかっていうところが結構悩みましたね。ちょっと食べますね、そろそろ。はーい、いただきます。うわー、もう重たい、もったもた、みっけー、ギリ乗った、あぶねえ、あ、そんなについてない、あぶねえ、ちょっとここで切ります。いただきます。
これ私食べたことないかな。すごい食べた覚えのある感じだけど、もしかしたらこれじゃなくて違う感じのチーズケーキだったかもしれない。めっちゃ美味しい。うん、うんうんうん、やっぱり中入りぐらいの感じで、どっしりしすぎてなくて酸味も少し感じるんですけど、でもなんかうん、いいバランスって感じかもしれない。重すぎず、なんか夜に飲むときさ、あんまり重すぎるとちょっと、まあ私カフェイン、なんか意外とカフェイン寝れる、そのカフェイン飲んだら寝れないってめっちゃ思ってたんですよ、一回経験があったから。でも最近検証した結果大丈夫そうということが分かって、そうなので、夜カフェですけど、コーヒーを飲んでるんですけど、そう大丈夫っぽいんですことが分かったけど、気持ち的にも味的にも夜あんまし重いのは向かないなと思うから、ちょうどいいぐらいかもしれないし、スイーツと食べるとコクも増してすごく美味しい。なんかこのスプーン深くて食べ方がブサイクになる。めっちゃ美味しい、これやばい。底部にザクザクのクランチクッキーみたいなのも入ってて最高です。アシュバラシャン、こんばん、アシュパラシャン、こんばんは。プリンじゃなくてね、これはね、トロ生食感チーズケーキ、セブンイレブンの、めちゃくちゃ美味しいよ。うん、美味しいです。いや本当にね、ぎゅっと密度が最高。ああ今日これにしたのは、セブンが今やってるキャンペーンでお値段そのまま増量っていう風になってて、まずこうやって2個になってることが2個になってたのと、でそれでよもぎ、草餅の方とも迷ったんだけど、今日はちょっとコーヒーとこれを食べたいなっていう気分になったので、チーズケーキの方にした。めちゃくちゃコーヒーと合います。やっぱチーズケーキは相性抜群。というわけで話戻りますけど、これね、写真集のそのフィルム写真とデジタル写真が、素材があったので、つまりね、ルックがまず2個あって、でそのそれぞれをフィルムとデジタルで撮ってもらったので、なんというか4種類あるみたいな状態だったんですね。でそれをどういう順番で見せていこうかなっていうところがすごい難しくて頑張りどころだったかなって感じで、でそう、まあ、それはどういう感じになったのかぜひ見ていただいて答え合わせしてもらえたらって感じなんですけど、そう、まあまたね、通販出るときに改めて紹介とかお話をしたいなと思うので、今日はこのぐらいにしとこうかな。でも本当に満足の一冊が出来上がって嬉しい。うん、写真に
残るっていう、残すっていうのはね、そうなかなか自分からすごい積極的に動かないと、こういうものをしっかり作り出すっていうのはできないので、すごい準備とか含めると大変だったけど、やっぱり作ってよかったなと思いますね。生きた証というか、やっぱその時の私がここに閉じ込められるし、まあ、ここに乗ってる私はこう普段の私でもあるけど、やっぱりこの世界の中の私っていう感じの表情でも収まってるから、そういう作品でもあるし、当時の私の記念記録にもなるし、うん、すごいそういうものをちゃんと形に残せてよかったなと思います。これは写真集は自主制作で作ったので、その書店さんとかには置いてなくて、これから通販の方でも販売しようと思っています。多分現場に、そうだね、直近の現場、ライブ現場には持っていけたら持ってってもらいたいなと思ってるんですけど、運営さんに。ちょっとサイズも大きいしね、大変かもなんで、前現場は持っていけないかもしれないけど、その通販には絶対出したいと思ってますので、ぜひ購入を考えてくれている方はよろしくお願いします。お待ちください。でもライブに来る予定がある方はぜひね、現場でゲットしてもらいたいです。はい、そんな感じですね。バイブル、嬉しい。バイブルって言われるのめっちゃ嬉しいんだけど、バイブルにしてもらえたらすごい嬉しいです。いや、写真集ってやっぱね、すごいんだよな。私はね、バイブル、まあ、バイブルになったっていうか、やっぱり自分が夢中になって何度も何度も見返してた写真集みたいなのは何冊かあるんですけど、やっぱり一番本当に今も記憶に残っているのはエルピョンの、元 AKB の小野エレナさんの、ファーストなのかな、多分ワニブックスさんだったかな、ちょっと待って、いやもうなんかね、ちょっと間違った発言するの怖くて、もう何にも固有名詞を出せなくなってきたんですけど、まあエルピョンの写真集ですね。表紙がスクール水着のやつです。はもう本当に何回も見てた。めちゃくちゃいいんですよね、やっぱりその当時のあどけなさとかそういうのを捉えてくれてる、だからキメキメすぎない感じなんですよ。そうそうそう、とあっちゃん、前田敦子さんのなんかね、外国でロケをしたやつ、なんか3種類ぐらいシリーズのような括りであったんですけど、その中の外国ロケのしたやつもうめちゃくちゃ好きだったあとは
あの大島優子さんのなんかね正方形かちょっと長方形なんかそれはちょっと小さめサイズだった。で質感ももしかしたらツヤ髪じゃなくて結構まっとめなやつだったかな。なんかすごくそれは結構優子の素朴な感じを押し出してて、メイクも多分ナチュラルめで結構お目目キラキラ、もう笑顔もキラキラって感じじゃないですか。でそういうまあ素朴さがすごく。でその写真集の中で髪をカットして、で結構ボブぐらいになってっていう、その途中でね髪の長さが変わって、でその美容室っていうか本当なんか床屋みたいな雰囲気、すごい雰囲気も良くて、その床屋ので、その髪切った後の優子が特に私は好きで、でそうそう和室だったり普通の路地というかなんか歩いてたり、なんかすごい、そうあの優子の雰囲気が私は一番好きで、なんかギラギラしてるじゃん優子って、あの AKB 当時の時、そのギラギラ感が全くない肩の力の抜けた優子っていうのがすごい収められてて、すごい好きだった。そうで、まああとは女優さんのねガッキーのとかもいっぱいあったし、あと買うか迷ってすごい買わなかったんですけど、古本屋さんで見た蒼井優さんのダンデライオンっていうやつだったかなっていう写真集も、すごいスタイリングとロケーションがめちゃくちゃ良くて、もう蒼井優さんのあの雰囲気にぴったりでっていう、もうあれ買えばよかったってめちゃくちゃ後悔してるんですけど、そう結構写真集はいっぱい読んでますけど、だいぶ売っちゃったかな。もういっぱいいっぱい読んだんでね、まあ、この私の中にあります。でそれがこうまた新しい形として今回自分のバイタルに落とし込めてたらいいなと思います。はい、そんな感じで今日もありがとうございました。この後ズームカフェ会もあります、よかったら来てください。ありがとう、みんなお疲れ様、おやすみなさーい。